どうもこんにちは、カズです。今日はですね、なんと旅に来ておるんですけども、これからパーキングエリアでちょっと休憩していこうと思います。どこに行くかというと、今日は軽井沢に旅に出ることになってましてですね、ちょっとその模様をね、ちょこちょこレポートしていこうかなという旅ログになるかなというふうに思うんで、皆さんちょっと見ていてくださいね。よろしくです。はい、いい天気で今日はもう晴れ、ガズの晴れ男がもう炸裂でございます。じゃあ一度行ってみよう。じゃあジムコさんに乗るハニーさん、どうも皆さん、先ほどもお伝えしたように今ね、軽井沢に向かってるんです。高速道路を運転しているんですけれども、なんで軽井沢に行くかというと、軽井沢という街はガズにとってですね、すごいスペシャルな場所でございまして、私がまだキッズの子供の頃ですね、もうそれこそね、田んぼと果樹園しかない街で育ったんですね、長野県の飯田市っていう。なんですけど、あのうち の, あのお父様の本家っていうか、お父様 の,、まあ、あの家のね、あの家業が軽井沢で楽焼き屋をやってらっしゃるんですよ。楽焼きって知ってますかね。この後動画でちょっと紹介できるかなと思って、ちょっとお楽しみにしておいてほしいんですけど、なんかこう焼き物に自分で絵を描いて、あの焼いてくれて、お土産とかね、あのなんかいろいろできるよみたいな商売を、ご商売やられてて、夏なんですよね、軽井沢の稼ぎ時っていうのは。そうだね。で、人手がないってことで、うちのお父さんが手伝いに行ってた時期があって、その時に僕もね、連れてってもらってたんですよね。したらその当時の軽井沢っていうのはまだ新幹線も通ってなくって、もう本当に例えば天皇映画とかジョン・レノンが遊びに来てテニスをするぞみたいな、そんな感じのすごい時代の軽井沢だったんですよ、本当に。で、それを初めて見た田舎の少年はですね、もうおったまげちゃってですね、あ、こんな世界があったのかと。そのキラキラ加減に、当時はですね、あの青山ベルコモンズの支店、軽井沢ベルコモンズなんていう店もあったりして、初めてその海外の作家を見たり、それこそもう要は車が大好きだったからね、スーパーカーの雑誌に載ってるような本当のスーパーカーもいっぱい走ってたし、なんかいつもね、軽井沢に行くとそのキラキラ気分をめちゃくちゃ思い出すんで、もうずっと毎年1回はですね、その気分をね、思い出すためにっていうかね、まあもう大好きなところなんでね、遊びに来てたんです。まあハニーさんもなんか見たことあるよね。だけどこのコロナで、去年はコロナ禍で、一昨年ぐらいは来たんだっけな、なんか来た気がするんだけど、ちょっと忘れちゃったなと思って、行こうってことで、この天気がいい秋のね、1日に向かっております。はい、ハニーさんどうですか、久しぶりの軽井沢。うん、楽しみ、ね、すごい久しぶりだよね。空気がうまいんだよな、あそこは。本当にね、ちょっとこの時期を行くのはちょっと初めて。そうね、大体真夏っていうか9月ぐらいが多い。9月ぐらいの、ね、あそこ避暑地だから、うん、今行ったら多分すごい寒いかもしれない。そう、まあでもまあいいじゃないですかということでね、はい、ちょっとしたまあまあツアーではない ね、あの旅っていうのは結構珍しいから、ちょっと旅のね、Vlog にしようかということで、ね、この動画撮ってます。まあゆっくりのんびり、80キロでもうジムニーですから、ジムニーの旅はね、急ぐ必要ないからいいですよ、本当にね。はい、そんなわけでちょっとこれから軽井沢のご案内を皆さんしていこうと思うんで、お付き合いください。これは軽井沢にね、高速降りた後、軽井沢の方まで行くときはかなりのね、この山道っていうか峠道なんだよね。冬来たらこれが大変だから、冬は気をつけないと。だけど寒いから来たくないね、冬。これ登ってるんだもんね、またね。登ってるね。登って降りたところが軽井沢なんじゃないかな。なるほどね。多分。まあでもね、緑の植物の種類がやっぱりね、ちょっとそんじょそこらの感じじゃない。観光地っぽい、ね、バイクとか最高。そっか、耳に来るね。来、ね、る、見ちゃった。すごい登っております。エアピンカーブ連続でございます。あら、いい天気。これはいい天気だね。軽井沢駅まで申し越していただいたら、
ごい道がこれ本当良くなった。うん。着いた。着いた。どこに着いたかというと。軽井沢プリンスショッピングプラザ。軽井沢プリンスショッピングプラザ。久しぶりだね、ここで。久しぶり。ちょっと何も買わないけど、うん、せっかくだからブラブラ遊びに来てみました。スケッチが広いからさ。すごいいい天気。すごいいい天気。うん。すごいね、これ。ハワイみたいな。ね。紅葉、ほら、紅葉やっぱしてるんだよ。もうちょっと紅葉してるね。そう。そうですね。平日なのにもかかわらず、すごい賑わいで。車がすごいよね。ね、うん。気持ちがいいですね。気持ちがいい。なんかさ、意外と半袖でも大丈夫だね。そう、全然大丈夫。ほら、あっちも見開けてるし。あ、今ね、休憩、アウトレットモール、軽井沢のね、ショッピングモールで休憩してるんですけど、うん、私たち田舎の人が全然食うことが普段できない食べ物発見しましたよ。そう、ハニーさんが気になってしょうがないやつ一回ね食べてみたかった。普段はこういうの一切食わないけど、ね、そう、じゃーん、出たー、フルーツサンド。そう、これいちごだけね。いちごだけです。あー、すごいよ、この厚み。そう、会社でさ、昔友達が食べてたんだよね。うーん、とコーヒーを飲んで休憩しております。お二人でね、一個ぐらいちょうどいいんだよ ね、 だね。ちょっと食べてみよう。でもこれチェーン店なのかな。そうなのかね。ちゃんとパンフレットもしとったよ。すごいね、このパッケージ。あ、こうなってんだ。ビン出てきました。はい、じゃあファーストバイトどうぞ。いただきます。おー、いちご食いついた。うん、食べちゃった、いちご。どうですか、感想は。おいしい。おいしい。よかったね。でも本当のパンだね。パンか。あ、なんか食パンが美味しいって書いてあるよ。信州素材の食パンを使ってるって書いてある、うん、パンも普段食べないからね。そう、パン普段食わないからね。よかったじゃないですかね、なんか。おいしい。いいね。ちょっとパンに塩気があるような感じ。コーヒーもどうぞ。美味しい、ね、美味しいコーヒー、うん、じゃあ僕も食べてみたいな、うん、わあ、すごい。このさ、あの耳のところじゃなくて中央のところ行った方がいい。生クリームがすごいよね、うん、ちょっとさ、パンに塩気がない、うん、あ、耳がうまい、うんうん、ね、めっちゃうまい。念願かなった。もうこれでこれは達成されたって感じ。うん。ちょっとパンが美味しい。ね、美味しいよね。いい感じ。ね。あの、軽井沢のホテルの近所にある、なんか別荘がいっぱい並んでるところを散歩しておりますが。すごい。それで、気温はね、太陽を浴びると暑いけど、うん、日陰入ると涼しくて。そう。最高でございます。半袖でも長袖でもいい感じ。うん、ああ、風もないの今日ね。そうね、すごいな、軽井沢はすごいな。ああ、なんかマイナスイオンを感じるわ。うん、しかしいい天気に来たね。うん、本当に持ってるね、カズさん。こういう小道も絵になるな。そうね、ここもすごい、この子本当だ、すごいね、素敵。じゃあ今ちょっとキューカル銀座の方に向かおうと思います。どうも、今ね、軽井沢のキューカル銀座の入り口、これキューカル銀座っていうね、まあ、有名なストリートなんだけど、ここの一番手前にですね、そのお店があるんです。行ってみましょう。じゃあ入ってみます。トモちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いやー、お久しぶり。久しぶり。トモちゃんはもうここのオーナーでね、ハトコでしょ。ハトコ。ハトコなんだよね。
そう、楽焼きっていうのはちょっと説明しなさいよ。ね、好きな素材を選んで、絵を描くと、20分ぐらいで焼けちゃいます。20分で焼ける。うん、そうで焼けちゃう。よ、はい、ということで僕もなんか描こうかなと思って来たんですよ。昔描いたやつがあった。ここにあります。2019年に来ていたらしいですね。あ、ね、すごい。センスがいい絵が描いてあります、ね。これはなかなか面白いで、なんか軽井沢に来た時はキューカル銀座の入り口のところにある、なんだっけ、店の楽焼き東画堂です。楽焼き東画堂です。はい、お願いします。ここがですね、その僕が言ってた子供の頃にあのうちのお父様が手伝いに来てたり というところで、なんだっけ、創業なんだっけ、もう67年やってんですよ、この楽焼き屋さんを。そう、まあまあそういうことでですね、なんかそこにもいっぱい著名人がね、来たぞって言って、ちょっとこれ見てくださいよ。ほら、千の風になって秋川さんも来てるし、河野太郎さん、TOKIO？ TOKIO。 あら、すごいじゃん。へぇ、あ、桑田佳祐さんも来てるし。そうそう、なんかね、桑田佳祐さんが来てたっていう、そう、すごいすごい。まあそういうことで、ちょっとここでなんかちょっと書かせてもらおうかなと思って、はい、はい、お願いします。じゃあちょっと2人でやってみる。手書きをするといいらしいですね。で、鉛筆はね、焼くと消えちゃうから、まあ気にしないで。あ、これも？うん、焼くと消えちゃう。そうなんだ。そんな高度に焼くの。あ、じゃあ僕あれにしよう。例のあれに。あ、え、そのすぐかけるの？かける。へえ。色はね、薄い色から使って、黒とか濃い色は最後だ。へえ。で、筆もね、何本使っても大丈夫だから、書きやすいです。ちょっとこの間痩せつすぎてたからね。え、そうなの？あれはあれで待って。あのさ、ロゴがいいよね、ロゴっていうか、メッセージ。あ、なんて書いてあったんだっけ。フライ、はい、いいじゃん。なんか眉毛があったよ、眉毛。そうそうそう、それでだいぶ、うん、こんなんで、いきます。そうそう。じゃあ、はい、じゃあ、小鳥さんは、あ、曲がっちゃったけど、これがまたいい。うん、そうだよ、そうだ。じゃあこれを2人で塗っていってみようと思います。イエーイ。濃い色から塗るんだってよ。違うよ、薄い色から。薄い色から全然分かった。ちょっと軽くかき混ぜて、下に色も溜まってるから。混ぜながら黄色。これがね、難しいんだよ、塗るのがね。このさ、筆さばきが難しいんだよね。そうそうそう、前回もね、そうだった。そうそう、やっぱりあるんだ。オレンジの筆はね、なんかベタ塗りがいい。あ、そういうことか。じゃあちょっと線だったら黒い方がいいですね。そう、うん、これなんかその艶があったりなかったりあるじゃないですか。あ、でもあれは噴火しのかな。今は艶がない。今は艶がある。あ、あるんですか。縁取りも後でできるってことか。じゃあ20分だけど、5時まで帰ってくれれば大丈夫だから。じゃあ明日か。これだっけ。これで帰っても書きやすい。私さ、線だけにしようと思って。いいんじゃない。別に、だから、何色でもいいんじゃないの。水色にしようかな。うん、ここにサンプルカラー、ちょっと見せてあげて、そのサンプルのカラー。こんな風になるんだって。こんな、すごいよね、色が、発色。こんな風になると思えない、これを見るだけじゃね。ちょっと、ね、ちょっと淡い色だもんね、ここの状態では。え、もうこれかき混ぜないで、混ぜて。水とちょっと混ぜて、その筆で、ちょいちょいちょいと、下の方と。うん、俺が詳しくなっちゃった。緊張するね。ああ、緊張する。ちょいちょいちょいってやるんですよ。それは難しいんだよ。えへへ。まあ楽しいんだよ。そのゆらゆらがまたいいんだから。そうそう。ということで書き始めました。一体どんな、あ、いい感じじゃない。一体どんな感じになるんでしょうか。どうですか。うん、緊張中。緊張中。あ、じゃあ集中中。緊張じゃない、集中。はい、これが楽焼きですよ、皆さん。こうやって絵を好きに描いて、なんかね、あの旅の思い出が、はい、こんな感じ。筆のね、細さのさばきが。そうそうそう。いいじゃないですか。うん。じゃあ、仕上がりを楽しみにしてください。あ、もういい感じで下書き、うん、終わり。すごいね、シンプルで、うん。これでやめとこう。焼いたらどうなる？ね、どうなる？後ろは？後ろ。あ、ここにシグネチャーを入れたりなんかしてます。ここにね。シグネチャーっていうのはサインとか日付でも何でも2000。おえ。
すごい、はい、これでもう完成なの。完成。おいおい、どうでした、やってみて。かわいかわ、でも前回よりなんか筆のタッチがちょっと違う気がする。書きやすい、いいんじゃないかな。じゃあ野球を待ちましょう。楽しみ。カスさんもなかなかすごいよ。細く、ね、書くのも難しいもんね。そう、でもね、細く書ける前回よりね。筆がね、この前に書けるね、うん、難しいね。すげえタコサコみたいな眉毛になったぞ。やっぱこれね、文字が入るとね、一気に変わるからね。そうだね、文字も、文字は赤にするかな、どうしようかな。文字どう思う？私はちょっと黒かな。あんまりね、散らからないもんね、うん、はい、いい感じ。いいね。ちょっとここにシグネーチャーを入れて。そうね、ちっちゃく書けるかな。あ、なるほど、前に入れるのね。そうそう、確かに、そりゃそうだ。まあ、でも私は後ろにいけるか。ガズさんのサインがいいわ。あ、いいじゃん。どうなるかね、これは。楽しみだな。いいじゃんね、なんか。思ったよりよくできたぞ、これは。完成。後ろに。ちょうど点が打てた。ほんとだ。じゃあこれ焼いたらどうなるのか楽しみ。楽しみ。これとこれどうなるか。はい、お願いします。プレゼント企画、まさかの、まさかのね。いいね。ちょうどこれ2つともさ、ちょっとなんかこう相性よくない。いいね。ね、素晴らしい。素晴らしい。楽しかった。よかった。じゃあこれをお願いします。お、はい、楽しみに。はい、じゃあまた20分で焼ける。でもそうしたらまた来れるね。来るかもね。来ました。来た、はい、カルサーでビール飲んでます。これなんだっけ、あのあれ、あれ、ヨナヨナエール生ビールです、はい、乾杯。乾杯。いやー、いい気候でお外に飲みます。いい飲みっぷり。うまい。ラムはね、なかなか美味しいな。いただきます。逆光になってるけど、いいのいっぱいで、うん、いいですね。やっぱり地ビール的な感じだね。そうだね、クラフトビールの感じする。美味しい泡が出ております。やっぱ美味しいな、昼間のビールは。たまにはね、もう天気もね、こっち今ね、これお蕎麦屋さんというか甘味どころで飲んでるんで、ね、そうなんだよ、渋いよね。そういうわけで、次はホテルに入るのお待ちくださいね。じゃーん。じゃーん、完成。すごい。思ったより可愛くできたぞ、これは。可愛い。すごい綺麗に焼けるもんだね。ね。ツヤっとして。うん。へえ、いいな、これは。いいね。綺麗に見えちゃった。ね、フライハイって書いてあるんだよ、これ。あ、なるほどね。いいじゃん。素晴らしい。素晴らしい。いやー、楽焼き体験してみました、ね。ありがとうございました。なんかガズレレって言ってくれた人には何か特典あるんですか？あります。ね、楽焼き体験100円引きで。おお、素晴らしい。なんでガズレレ見ましたって言ってください、皆さん。キューカル銀座入ってすぐ右側、1店舗目か2店舗目ぐらい。入り口です。よろしくお願いします。素晴らしい。これはもういいな。ちょっと飾っとくなくなっちゃったな。まあでもどっかでプレゼント企画にしよう、これは。ね、うん、ね、いいでしょ、うん、そうそうそう、よかった、かわいい。そういうわけで皆さん、軽井沢お越しの際は、ぜひぜひ楽焼き体験来てください ね。さあ、ホテルにね、到着。じゃ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 ん、今日泊まるホテルはホテル音の森というホテル、泊まります。じゃ今からチェックインをしようと思います。おーい、行こうか。さあ、どんなホテルでしょうか。行くぜ。ホテル大人の森。すっかりハロウィンでございます。本当だ。82年かな。へえ、すごいね。歴史があるんだ。じゃあ、ちょっと入ってみます。今入ってきました。ホテル大人の森。
ちょうど庭もすごいですね。ここも、あの、周遊していいわけですね。そうですね。あそこのテラスはなんか、して、なんかしていいの？4時くらいまでカフェを。あ、そうなの。カフェいいじゃん。なるほど。はい、こっちですね。すごいところだ。お邪魔します。素敵。ありがとうございます。何これ、すごい。本当だ、すごい。素晴らしい。明治さんに。すごい。海外セレブのお家みたい。はい、お邪魔します。お邪魔します。いいお部屋でこと。あ、いいお部屋。あ、緑が見えて。いいね。すごい。ほら。見てください。いいね、すごいな。ありがとうございます。素敵すぎる。はい。お世話になります。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいです。びっくりしちゃったね。素敵。素敵でした。うん、ちょっとどうですか、ハニーさん。素敵だね。なんか、あの、サイズはね、コンパクトだけど、すごいさ、なんか歴史を感じる。でもそうでもないって言ってたもんね。そういうデザインしてるんだな。そうなんだね。なるほど。という部屋に今日はなんと泊まることになりました。すごかった。夜ご飯付きなんだよね。本当。わーい。わーい。今レストランに入ってきましたよ。今日のコースはこんな感じになっております。すごいね。フレンチでございます。お魚のスープ。うん、いい景色だよ。景色がすごいんだよね、ここ。やっぱりその明治っぽいの、ね、やっぱりミカサホテルなんかね、やっぱりイメージしてるんだね、これは。ガラスの上、縁がね。そう。ガラスが超可愛いんだよね。今日は可愛いの、カリフォルニアのメルローでしたっけ。キャンパー。どんな動画になるの、これ。いつものカメラと違う。乾杯。うん。ちょっと心地よく冷えてて美味しい。美味しい。美味しそう。うん。お魚だけどね、赤ワインでも美味しいですよ。すごい。本日のスープはかぼちゃのスープです。これは濃いよ。旨味が濃そう。ラッキーが可愛い。これが。いただきます。ボーノ、ボーノってイタリア料理だと思う。すごいよ。この種をね、一緒にね。そう。種の歯応えがいいよ。ほんと？コクがある。美味しい。美味しい。なんかね、濃くないけど柔らかい味。うん。はい、お次はですね、信州サーモンのロースト。見て、この綺麗な。アートですか、これは。アートですか？カリッカリですよ。ちょっと小杉さん、行ってください。いただきます。皮が美味しい。やっぱ、か、パリパリいってる。皮が、うん、すごいね。これはすごいよ。いよいよメインの時間がやってまいりました。見てください。素晴らしいこの盛り付け。これはですね、なんとかブランド、ブランドで読めないな感じがのロースト、ロースト、鶏肉のローストですね。五穀米と浅間小町添えシュプレームソースということ。これも超香りがいいのよ。ね、香りがいい。ものすごい香るの。まずはこのテキン。泣けるほどうまい。これは素晴らしいです。まさか、あ、うん、これとこうマリアージュするわけです。マリアージュ、五穀米と、なんということでしょう、この素晴らしいデザート。アート作品でしょうか。え、どうやって食べるかわからない。それをガチャガチャにして食べるんでしょうか。そう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 、そのぐらいいっちゃ、いっちゃわないと思う。すごい。このリンゴが、ね、リンゴがさ、リンゴなんですよ。うん、アイスと一緒に。あ、いいね。こうやって。はい、そして、いただきます。そして、それをワインで。
いやいやいや、やんなくてもいいけど。おいしい。ほんと。スイーツとワインも合うもんね。いい感じでとろけてるね、これ。ほら、これ見て、この後。パイ生地ね。ここがパイなんだね。うん、これが、食感のね、これが、マリアージュ、マリアージュ。これを一緒に食べればよかったんだな。パリパリよね。パリジェーヌだけに。パリジェーヌだけに。これ最後のデザートできたマカロン。このね、一見普通のマカロンなんだけど、このサイズ感、これわかるかな、この小ささ。かわいい。これ、かわいい。ハンバーガーみたいなね。ね。食べてみてください。美味しい？よかったね。これも甘すぎない。ほんと？すべてを平らげて。どうですか、紅茶は？胃が温まる。胃が温まる。美味しい。というわけで、今宵は素晴らしいディナーをお届けしましたと。朝の散歩。朝の散歩気持ちいいよ、うん、曇ってるけど、そう、ね、気持ちがいい、うん、空気がね、気持ちいい、うん、あのこの気すごいよね、このね、この森がね、うんと、別荘がね、そう、立ち並んでな、うんと、ああ気持ちがいい、緑の香りが、あと植物の種類がやっぱね、そうなんだよね、ちょっとなんか苔っぽいっていうか、そうね、へえー、すごい。ここはなんていうとこなんだ？沢村さんです。すごい大きいね、うん、へえ、すごい、へえ、これで かんだ、なんかいいじゃん、これですごい、美味しそう。一個ずつでしょ。こっちも食べれない。うわ、うん。そうです。クイニアマン、すごいです。あ、クイニアマン、懐かしいな。うん、すごい。チームがお酒飲むんだね。なんか確かに。次回は来てもいいです。これ1個の、これ頼むの？いいよ、同じような感じかな、甘いのがいい、あなた1個決めてるよ、パンはよろしければお取りしますので、はい、チーズクッペ1つと、チーズクッペ、はい、こちらでお召し上がりですか、はい、クリームチーズノーラ、あ、これにしよっか、でもチーズチーズだな、そうだね、クルミアンパン、アンパンにしよっか、クルミアンパン、こちら2点でよろしいですか、あ、そうですか、すごい、パンを買いました、美味しそう、クリミアンパンとチーズたっぷりのパンとカフェアメリカ、どうですか、かわいい、すごいいいロケーションのところで、結局2階のプラスで1階のプラスだ、ここで飲めるんだって、奥でも、そうそう、夜ここで飲んでもいいな、いい、すごいです、はい、ここで美味しいコーヒーとパンを食したいと思います、素通りでも全然楽しめるね、これ、本当だね、素晴らしい、森を眺めながらコーヒー飲ましょう、チェックアウトに向かってます、素晴らしい旅でございました。ね、良かったね。いや、いい旅だったね。ね。今回は、森さんに、一泊したわけですけど、うん、なんか、良かったね。旅の動画を撮るいい練習になったかなという感じで。僕たちもこれからあちこち行くだろうから、またこんな感じでね、うん、なんか旅を、いい練習だった。教会も映ってるでしょ。そう、映ってる。今日2日目はちょっと肌寒いけどね。うん、でも気持ちいいね。気持ちいい。森さんならではの感じ。はい、そんな感じで。お届けしました、僕らね、またフォローしておいてください、映るかな2人、ね、さよなら、バイバイ、さよなら、いやー